ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は EV を推進したイギリスの末路についてお話ししていきたいと思います。イギリスは政府が EV 市場の普及促進策を進めており、その動きは中国や EU と比較してもダントツで早く、2030年までに新車の販売がすべて電気自動車である EV になることを目指しています。日本やドイツと異なり、自国内で世界で勝負できる自動車メーカーを持たないイギリスにとっては内燃機関車で遅れを取っていたこれまでの状況を打開するという意味でも EV シフトを積極的に進めることはメリットがあるということは明白なわけですね。こうしたことから日本車潰しの意味合いもあるとする専門家も多くいるわけですね。もちろんこの取り組み自体は環境問題やエネルギー安全保障の問題に対応するためのものという側面もあります。ただ他国の内燃機関車をイギリスから減らして国内生産を増やしていくということを画策している可能性は排除できません。そんな中、昨年トヨタがイギリスに対してある警告を行ったことでイギリスの考えがいかに甘かったかが露呈してしまったんですね。今回はそんな EV 推進国イギリスにおいてトヨタがいかに大きな役割を持つ企業なのかをご紹介したいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。イギリス政府は2020年11月17日にガソリン車とディーゼル車の新車販売を2030年までに禁止し EV の普及を促進すると発表し、カーボンニュートラルの実現を目指すとしました。ハイブリッド車に関しては外部から充電可能なプラグインハイブリッド車に関しては2035年までの販売を認めるとしています。これに対してトヨタはイギリスが2030年以降ハイブリッド車の販売を禁止するというのであれば、トヨタはイギリスでの生産から撤退する可能性があると警告したと2022年7月31日に報道されました。報道したのはイギリス紙のサンデーテレグラフでした。そもそもイギリスが2030年以降の内燃機関禁止の方針を発表したのは2021年に第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP26 をイギリスのグラスゴーで開催することになり、それに合わせて環境問題への強い取り組みをアピールするようなことを発表したいとの考えでした。しかし昨年トヨタがイギリスに通達したイギリスからの撤退の可能性は非常に大きなくさびとなるかもしれません。というのも、もしトヨタがイギリスから撤退すればイギリスの製造業は失業者で溢れ返ってしまうんです。イギリスにおける製造業の労働者はおよそ235万人でして、そのうち自動車メーカーに従事している人たちは 16.8 万人ほどなんです。さらに自動車の部品や原材料などといった関連業を含めると 44.7 万人にも上ります。つまり製造業の5人に1人は自動車産業にて生計を立てているということなんですね。もちろんトヨタが撤退したとしても他の自動車産業が雇用すればいいという考えをする方もいるかもしれません。例えば EV シフトによって新たな雇用が生まれる、だから問題ないのではというところですね。しかし EV は内燃機関車と比べて圧倒的に部品が少なく、そのため製造業で職を失う人が多発します。またすでに高齢の労働者を畑違いの EV の分野において積極的に採用する企業がどれだけいるのか、そういった話になってくるんです。しかもイギリスは他にも問題を抱えています。イギリスは2020年にEU から離脱しています。2019年時点で EU とイギリスの間の貿易や関税がどうなるのか不透明になり、イギリスにおける自動車産業における部品調達や労働力の確保、販売市場の変化なども生じることが予想されました。スズキや三菱、BMW など各自動車メーカーはそれを危惧してイギリスの工場を閉鎖したり販売からの撤退を始めているんですね。そうした
流れもあり、2019年のイギリスでの自動車生産台数は138万台という減少っぷり、 EU を離脱した2020年には92万台にまで減少しました。イギリスの EU 離脱は自動車産業に大きな大きなダメージを与えてしまう結果となったんですね。こうして2019年以降、各メーカーが撤退していく中、トヨタはハイブリッド車である新型カローラの開発に力を注ぎ始め、イギリスのダービーシャー地方のバーナストン工場でカローラの HV モデルを生産。 EU 離脱によってダメージを受けていたイギリスの自動車産業と労働者をハイブリッド車で支えていく形になりました。それなのにイギリス政府はハイブリッド車の新車販売を禁止しようとしているので、トヨタも撤退の考えを打ち出したわけなんですね。そもそもイギリスの自動車産業の投資もどんどん縮小傾向にあります。2013年時点ではイギリスの自動車産業の投資総額は58億ポンド、日本円にして8200億円ほどでした。しかしその後わずか5年で投資額は 5.8 億ポンドと10分の1ほどにまで減少してしまったんです。2018年にはジャガーが EV 生産のために投資を行い、11億ポンドまでは持ち直したんですが、焼け石に水としかならず、翌年にはホンダがイギリスのセンドン工場の閉鎖を決定し、2021年7月に閉鎖。日産もイギリスで生産予定だった新型エクストレイルを九州工場での生産へと変更。日本をはじめとした海外メーカーが次々にイギリスを見捨てていく中で、トヨタだけが最後まで残ろうとしてくれていたんです。イギリスの自動車産業の給料平均は他の業種と比較して平均で 1.2 倍ほどと高く、1年間で60億ポンド、日本円にして8500億円もの労働者への給料をトヨタは支え続けたんですね。さらにトヨタはイギリスと協力して EU とイギリス間で拡張累積という貿易の仕組みを使えるようにしてほしいと訴えかけていました。この仕組みが使えないと他国の部品を使った製品を自国産として EU では売れないんです。自動車を売るともなれば他国の安い部品などもどんどん使って安く作る必要がありますが、それができないとなるとかなり厳しいんです。そうした苦境がイギリスで続く中で、さらにハイブリッド車を規制するという、まさに自分の首を自分で絞める動きに出たわけですね。こうなるとトヨタといえども慈善事業でイギリスにしがみつくわけにもいきません。ハイブリッド車が規制されるとなればイギリスから撤退することは致し方ないでしょう。ちなみにイギリスにおいては2022年1月期から10月期のデータにおいて、前年比較でハイブリッド車が 158,139 台と 22.7% 増加し、ハイブリッド車の中でもモーターの出力が控えめである車種であるガソリンのマイルドハイブリッドが 188,479 台と前年から 9.0% 増加するなど、依然として人気は上向きな状況なんですね。それにもかかわらず少ない資源で燃費を向上させ脱炭素にも貢献できるハイブリッド車を規制するとは、長期的に物事が見えていないような気がしますね。目先の短期的な利益にとらわれてはいけない、豊田章男社長がよくおっしゃる言葉ですが、こうした視野の広さを養っていただきたいものですね。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせて、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。